ヒューストン・アストロズ、ジョナサン・シングルトン。アストロズでは次世代の主軸候補として期待されるも、2013年シーズン開幕前に2度目の禁止薬物の陽性反応を示し、開幕から50試合の出場停止処分を課されることに。それでも2014年には5年総額1000万ドルの契約を結びました。メジャー初ヒットはホームランを記録。この年は95試合の出場で13本塁打を放ち、パワーヒッターの片鱗を見せつけました。しかし一方で打率1割6分8厘という低打率に終わり、試合数を大幅に超える134三振を記録。その後もミート力のなさを露呈し、マイナーでの生活が長くなります。追い打ちは2018年1月、3度目の禁止薬物の陽性反応を示し、開幕から100試合の出場停止処分を課され、ついには自由契約となりました。